ソチ冬季五輪ジャンプ男子団体決勝。17日、ルスキエゴルキテンセンター。1998年長野五輪以来4大会ぶりのメダルを目指す日本団体は、笠井紀明が2回目で134メートルを飛ぶなど合計 1024.9 点の3位で銅メダルを獲得した。1番手の清水レルヒは1回目 132.5 メートルで127.8 点。2回目は131.5メートルで132.6 点。2番手の竹内拓は1回目127メートルで117.9 点。2回目は130メートルで120.5 点。3番手の伊藤大輝は1回目130.5メートルで130.3 点。2回目は132メートルで127点。4番手の笠井は1回目134メートルで131.5 点。2回目は134メートルで137.3 点だった。日の丸飛行隊が、ソチで16年ぶりにメダルを獲得した。日本は1回目、笠井が経点を超える134メートルの大ジャンプを見せるなど、3位で2回目に進出。2回目も日本勢が次々と高得点を出すジャンプを見せ、最後は笠井が貫禄のジャンプでメダルを確定させた。この記事に対して、2チャンネルでは、泣くな喝采、4年後に金取って泣け。俺も今年は喝采だな。感動した。レルヒ君はいつかまたメダル取りそう。やっぱ団体っていいよな。喝采の個人の感じから言って、金取れるまでやります。みたいなノリなのかと、思ったら、涙涙のインタビューでびっくりした。銅って金と思えば金に、見える。今回の銅は皆が力を、出し切った結果だから、素晴らしいね。など、2チャンネルでは珍しく、祝福の声が多かった。ソチ冬季五輪ジャンプ男子団体決勝。17日、ルスキエゴルキテンセンター。1998年長野五輪以来4大会ぶりの、メダルを目指す日本団体は、笠井紀明が、2回目で134メートルを、飛ぶなど合計 1024.9 点の、3位で、銅メダルを獲得した。1番手の清水レルヒは1回目、132.5 メートルで、127.8 点。2回目は131.5